はい、どうも、こんにちは、おちびおちです。ブラックです。では、今回もセイフットボール2023アプリバやっていこうと思うんですが、今回はですね、お正月1月1日になんとですね、熱いガチャ来たということで、全員無料で引けるエピックの選抜というか限定ガチャみたいなの来たんで、当たりランキングですね、まず紹介して、その後実際1回引いていければなというふうに思います。ただでね、エピックが1体ゲットできる。しかもメンツもなかなか、まあって感じだよな。豪華な感じになってるっていうところでね、普通に俺も欲しい選手。はい。いるから、それがだったらめちゃめちゃ嬉しいなと思いつつも、まあちょっととりあえず、全体の当たりランキング、あと育成の仕方、そうですね、とかもね、しっかり紹介できたらなというふうに思います。ということで、まず第5位からいきましょう。第5位、モリエンテスということで、ボックスストライカーですね。結構使っていて、空中戦がかなり強い選手ですよね。ヘディングやっぱり90あったりとかする。だからほんとクロス環境とかだと、かなり強かったですね。で、足元の数値とかも全くなくはなくて、ドリブルこそ79なんですけど、ボールコントロール、ボールキープも80以上あるし、決定力が87あって、キック力がなんと88持ってて、これでスパサブなんですよね。で、ワンタッチシュートを持ってるんで、かなり後半から入ってくると高い決定力っていうのは生きるし、オフェンスセンスが90あるんで、ゴール前のポジション取りも良くて、おもちゃ TV を結構このモリエンテスは使っていて助けられたっていうシーンもあったんで、今の環境になってはそんなに使ってないんですけど、クロスのサイド突破環境とかだと1枚この選手入れて、空中戦強いし、決定力高いしっていうのを使ってましたね。まあ、キック力が高いからね、シュートもやっぱりすごい力強いシュート、はい、打っていけるということで、今普通にね、初心者の人とか始めたての人だったら、この選手ね、絶対もう B 固定で、スパサブだから、もう全然、そうだね、即戦力になるんじゃないかなっていう感じしますね。はい。そして第4位、ブライアン・ロブソンということで、まあ、ロブソンがね、このガチャでゲットできるっていうのはかなり熱いですね。攻守の能力が本当に高い選手なんですよね。で、ワンタッチパスでワンタッチシュート持ってるということで、で、2列目からの飛び出しでね、ただちょっと気になるのはスルーパスがないんですよね、ロブソンは。で、今のね、やっぱ環境って CMF とか中盤の選手って、やっぱスルーパスがどうしても欲しくなってくる。パス5振ってグランドパス80ぐらいなんで、今回はまあ85以上にはしなかったですね、なんかスルーパスがないんでね。ただやっぱりワンタッチパスっていうのは持ってって、あとやっぱりワンタッチシュートですね。CMF の選手でワンタッチシュート持ってって、決定力も77あって、キック力90っていうところ、ゴール前に顔出して、シュートは振っていけるっていうのがあるんで、まあ使うんだったら本当に CMF 一択になるんですけど、まあポジション適正とか配られた時に OMF とかで使っても結構面白いんじゃないかなって気はしますね。この選手もキック力が高いからね、まあ普通にシュート打っても、まあ決定力以上に結構入りそうな感じもあるし、絶対これは。スタミナもあるから、1試合丸々、使うっていうのも全然できるんでね、非常にいいかなと思うんですね。はい、そして、第3位、ジーダですね。ジーダはですね、おもちゃ TV は、エピックとか、そういったレジェンダリーの中の B 固定のキーパーだと一番いいなと思っている、個人的に。で、今、ガチスカはクルトは使ってるんですけど、1個前までのシーズンとか、本当にずっとジーダ使っていて、まあ、攻撃的 GK で195あって、GK 数値とかやっぱ高くて、安定してましたね。キーパーって何十試合も使っていくと、1回ぐらい不調とか、不調引くんですけど、まずこの選手は絶対普通以上だし、B 固定だからね。そう、で、パフォーマンスも、ちょこちょこやっぱりビッグセーブしてくれるって印象あって、特に結構相手にいてもジーダの場合はなんかうざいなとか、あ、止めてくるなって、このキーパー誰だって見た時にやっぱジーダだったりとかするんで、それぐらい結構止める印象があるんで、エピックとかの中だと個人的には一番の当たりのキーパーなのかなって気はしますね。はい、そして第2位、グティですね。まあ、グティは結構使ってる方多いですね。これね、実際やっぱり来た時も超大当たりっていうか、能力値がね、ものすごい高い。すごい。だからね、ちょっとこのね、ガチャで言うとかなりの、まあ、大盤振る舞いじゃないけど。いや、これ当たったらかなり、だから持ってない人からすれば、すごいと思うんですよね。能力見ていただければわかるんですけど、足元は全部90台超えてて、グランダーパスは85あって、フライパスも87と。で、これスルーパス持ってるからね。で、オフェンスエースも80超えてて、決定力も80と。で、スピード瞬発に関しては85、86、ボディバラも85、キック力も88と。ワンパスルーパー、ダブルタッチ持って、根幹持ってみたいな。まあ、これでワンシュー持ってたら完璧だったんですけど、ただやっぱり能力が圧倒的に高くて、逆足ヒント精度もなんと高い最高の左利きのチャンスメーカーということで、能力とかスキル構成っていうのは、もうめちゃくちゃいい選手なんで、まあ、外れなわけがないんで、まあ、持ってない人からすれば超当たり。まあ、おもちゃ TV は持ってるんであれなんですけど、ただ、ちょっと偏らせて育成とか、尖らせて育成したいなっていうふうに思いますね、まあ、グティもね、そういう感じで2体目の育成とかでもすごい面白い選手だから、まあ全然2体目当たっても嬉しいよね。嬉しいね。はい、そして第1位はね、ネスタということで、まあ、最近の環境だとちょっとね、使われている率も少なかったりとか、まあ、おもちゃ TV の中でもネスタよりちょっと優先しているセンターバック。まあ、使ってる人もいるけどね。そう、まあ、使ってる人もいるんだけど、まあ、一時に比べたらって感じなんです。ただね、おもちゃ TV のネスタ見たらね、育成ミスってるというか、今の環境に合わせた育成をしてなくて。まあ、やっぱその当時の環境に合わせた育成になっちゃうからね。これね、結構やっぱり環境によって重要な数値とかが変わってくるんですよ、上げる数値が。今って、やっぱりフィジカルコンタクト、ジャンプ、ヘディングっていうところが重要で、今回このネスタってヘアバトルに8振ってるんですけど、当初ね、俺ね、フィジカル多分80前半ぐらいなんですよ。だからやっぱりヘディングとジャンプも低くて、ちょっと今ね、やっぱり空中戦っていうのが結構鍵なんですけど、そこの部分で今の環境で負けちゃうっていう感じなんで、ほんとぜひ当たったら作り直したくて、これぐらいヘアバトルを上げると87フィジカルあって、ヘディング85、ジャンプ81なんで、この育成の多分ネスタ作れめちゃくちゃ強いと思うんですよ。これ何を削ったんだっけ？これはね、逆に瞬発力とか削ってます。あと、スピードも若干削ってるって言った感じ。今まあ縦突破環境じゃないしね、そこまで。ただやっぱ持ってるポテンシャルをセンターバックでワンタッチパス持ってたりとか、ブロッカーやバトル持ってるんで、間違いなくすごい強い選手なんで、これはちょっと当てて絶対育成し直したいなっていう。タレントポイント振り戻し券来ないかなと思ってたら、この熱いガチャにネスタ収録されてたんで、一番欲しい。当たりっていうとこんな感じになるのかなっていうところでね。まあ本当に2回目当たっても全然育成し直してる選手もたくさんいるんで、はい、早速ね、今年の運試しいきましょうか。やっていきましょう、はい、さあということで新年一発目運試しいきましょう。まずはおもちゃのアカウントからね、まあ、今回ブラックおもちゃのアカウントを引いていくということで、さあ狙いは俺はもうネスタ一択かな。来るか、とにかく育成し直したいし、こっちのアカウントだと今レート上げてるアカウントだとまだ持ってないんでネスタ、うん、欲しいっすね普通に。まあでも基本的にもう本当にエピックはね、えリーガーかぶっても全然いいということで、リーガーだったぞ今。デコか。ああなるほどね。結構普通にね強いんだよね能力見たら。まあちょっと惜しくも当たりランキングに入らなかったけど使用感がねすごい良かったりもするんだよね。めっちゃおもちゃの方はデコということで、まあまあまあの結果にしたんだ。俺がネスト引いたる。さあということでブラックおもちゃ赤いきます。もちろん狙いはグティネスト。さあ来いネスト来い。えいグッグン。これ前出てこなかったよね国籍なんてエピックで。はい。あイングランドブライアン・ロブソンとかある。まあちょ持ってないやつにしてよ頼むから。あえ9。あヨーカーのコール。まあまあまあ悪くはないんだけど。へい